うん、なんかね本当に突っ込まなくなった。どういう風にクラブと向き合っていくかの方が大切だと思うので、うんうん、肩甲骨にまで右手先生がなんか出てきました出てきました。ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回はこちら学芸大ゴルフスタジオに来ています。これも逆さに持ってビンビン振った方がいい、はい、まあ、なんか体に無理ない程度でいいので、なんか振るっていう感覚をなんか思い出す。ルーティンがティーグラウンドでこれやってそうでえ、なんかやんないと思い出せないかもしれない右手先生がまだなんかバックスイングでさ右手でこうやって上げたとしたら絶対遠くに上がるわけよ。遠くにやっぱすごいよね右手先生。私普通に上げたらさここじゃんここなわけよ。でもさ右手先生で上げるとここなのよ先生すごいっすよね。すごい先生すごいんすよそうそうそう。誰に、でもお子さん何歳ですか？2歳と0歳。何にも教えてないのにフォークとか使いません？でも使います。何でも積み木とかやるじゃないですか、はい、穴とかなんかね、はい、こんな積み木の丸いのプチューとか入れたりするじゃないですか、はい、僕らってイメージしたことを全部できるようになってるんですよ手の中で。手が異常に発達してるんです。手が異常ですね。そうなんですよ。もう人間の進化は手の進化じゃないかぐらいの、それぐらいやっぱりこうこうしようって思いがちゃんと伝わるようになって、そう。でもなぜかゴルフは手が悪なんですよね、はい、なぜか。そう、これもこのイメージです。このイメージ、イメージ、イメージ、イメージ大事なんです。はい、はい、揺らしてボーンみたいな、パコン、パコン、右手先生です。うん、なんかね本当に突っ込まなくなった私突っ込めないというか突っ込みたくないというかなんか突っ込めなくなった。なんかこうなっちゃう。そうですよね。おえ、なんか突っ込めないいいじゃないですか、いいじゃないですか。ドライバーも右行っちゃうんですか？ドライバーはそうでもないですか？チーピンっぽいの出てますね。ああ、チーピンっぽいのが出やすいですね。出てます。なるほど、なるほど。おお。おお。普通にドロー。普通にいいドロー。ほら、突っ込めないしさ。あ、ごめんなさい、僕の。いや、最後のなんてさ、なんかちょっと後ろ行っちゃったもんね、この後ちょっと。後ろに。そんなこと絶対ありえなかったのに。どっちかっていうと突っ込み系なんで前って感じだった。ドーンっていっちゃう感じだったんですか？いっちゃう感じです。あ、てかなんかフィニッシュがこういう感じです、はい、あ、わかりますわかります。こういう、そうですそうですそうです。どちらかというと今のなんか残っちゃって残っちゃって残っ自分じゃないみたい体の感覚が動きがちょっと変わってきます、はい、ナイスナイス。でもなんかこうなっちゃうの、なんかしもう本当になんかここを支点になんかくるんってただ回転してるだけみたいな、はい、振ってるだけみたいな感じになりますよね。全然違うと思うスイングが。おお、めっちゃいいっす、めっちゃいいっす。変わった？変わりましたね。ちょっと明日も右手先生で行ってみますねクロスとかなんかそういうところとかも、はい、別にそんなに重要視してないというか、どういうふうにクラブと向き合っていくかの方が大切だと思うので、うんうん、そこだけで実は動きっていうのは最適化されやすいってことですね。そうそうそう、いいっすねおお、でもやっぱ触れないってさあったじゃん、ずっと触れなかったじゃん、うん、なんか触れてない？そう、だから触れる環境ができたんだね、やっぱり。あ、そうか、そうだったんです。いくらやっても振れなかったから、振るっていう感覚を知らない。はい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 、はい、なんかベーコンベーコンみたいな感じですね。ベーみたいな感じだったんですけどはい、なんかパシーンみたいな。振るって何みたいな感じだったもんね。うんうんうん、さっきのちょっとこの状態だったのかもしれないですね、もしかして。ああ、そうですね、そうそうそうです、そうです。肝心の最後のここの先端まで力が伝わってなかったですね。なんでどうしても、うん、みたいなイメージがなかったんですけど、結構このね、肘から先でもう、うちは仰ぐとかもそうじゃないですか。人にうちは仰いでもらおうと思ったら
風を起こそうと思いますよね、うんうん、肘どう動かそうじゃないじゃないですか、もっとこの風もっともっとじゃないですか。なるほど。意識は外に向くんで、その方が体は結構動きがスムースになりやすいんです。なんか話聞いてるだけでヘッドスピードアップしていきそうな感じなんかイメージがすごい湧いてきちゃうんだけど、わかる？なんかうちわかと思って。大先生じゃん。うん、やばい。おね、いいっすよ、いいっすよ。出るのって気持ちいいっすよね、でもね、うん、気持ちいい、楽しいっすよね。止まんなくなっちゃいます、ね、そうですよ、思いっきり。そう、もうこれを頭の中でなんとなく、あ、ごめんなさい、そうか、これな、それこれなんとなくイメージ、はい、そうそうそう、あ、確かにね、ボールをイメージして、あ、ボールじゃないよ、バックを、ね、なんかルーティーンの中にちょっとさっきのこういう右手のこういう素振りとかをたまにたまに入れてあげるといいです。たまに、そう、結構皆さんねやりがちなんです。分かんなくなっちゃう方いるんですけど、結構ずっとこうやって打った後ずっとグリップ握り直さない、ずっと練習しちゃう。あ、はいはいはい、たまにこういうふうにさっきやったこうなんか右手でクラブ揺らしたりとか、ここだなみたいな、さっきの逆さに振るのも目つぶってこうやって振ってあげるとより分かりやすいです。なんかもう肩甲骨にまで右手先生がなんか出てきました出てきました、すごいじゃないですか、右手の肩甲骨まで先生がなんか先生が出てきました、入ってきました、はい、そう、これがもうタイガーガッツとか全身みたいになってるんじゃないですか。全身右手先生全身みたいな全身がこう全身先生的なクラブを感じてるみたいな、はいはい、あ、これがクラブを感じるっていうそうです、なんかイメージがねちょっとずつ作りやすいですよね。いらして、そうそう、いいじゃないですか。おお、触れました、ね、面白いです。触れましたね。コースでできるっていうのが結構僕好きで、うん、私もなんですそう、そうなんですよね。なんかこっから何千球も練習してよしできたっていうやつより、あ、なんか掴んだと思って、うん、あ、明日できそうっていうのが一番いいです。一番いいですよね。一番いいです。なんか練習、まあ練習するんですけど、しなくても、はい、ある程度感覚が掴めれば、はい、練習しなくてもいいやついいですよね。そうなんだ。でもこれ結構そうよ。何も考えないんでも、なんか考えない練習をした方がいい。ああ、そうですね。そう、細分、スイングの細分化から逆ですよね。どっちかって、うんうん、なんか考えないです。え、ちなみに、はい、もうちょっといいですか？もちろん、もちろん。アプローチ、もうちょっと聞いていいですか？アプローチ。もちろんです、もちろん。アプローチも。あれですか、一緒です。右手先生で。右手先生。行きましょう。はい。そう、まあ僕はなんでこう森さんに出会ったかっていうのも、はい、なんで右手先生になったかっていうのも、僕自身がアプローチイップスだったんで、そうなんですよ。もう体がもう全く動かなくなっちゃって、でもうどこを動かせばいいんだみたいな、全くできなくなっちゃったんですよ。そう、でもうつまんないじゃないですか。はい、そうなっちゃうと、はい。なんでちょっとでもなんかこう楽にというか。体も楽だし、うん、心も楽なんで、うん、それをどうにかできないかなと思って、まあ、森さんに出会って、でもこうちょっと右手先生っていう感じでフレンドリーね。え、そしたらどうなったんですか？いやいや、あ、結構あの今では、まあ、今でもたまに出ちゃう時あるんですけど、もう結構重度なので、うん、出ちゃう時あるんですけど、そう、でもなんか失敗してもメンタルに来なくなりました。でもそれは大事ですよね。はい、メンタルからのあれですもんね。はい、やっぱ楽しいのが一番ですからね。右手先生、はい、片手でアプローチとか練習しています。なんか適当に、そう、もうまずこれでじゃあいきましょう。コツンみたいな、いいじゃないですか。めっちゃいいです。はい、この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではチェケラー。